はい、中野プロパティマルチャー中野です。今回は、前回の、まあ、ちょっと続き的な話になるかな。前回はね、まあ、日本人が、自分が行く学校にクラスに日本人がいたら、なんていうかな、ね、英語を喋る機会が相手も自分の子供も減るからその辺ね、気をつけましょうねみたいな、そういうことを気にするんですよみたいなね、話をさせてもらったかと思うんですけど、今回はですね、じゃあどういう学校が日本人さんにとって人気になっていくかというかね、コスパがいい学校になっていくかというか、あ、ちょっと答え言っちゃったな。はい、多分ですね、そのコスパがいいと感じるような学校は日本人が増えるんですね。うん。で、別に、だから、そうですね、0112クラスの中でね、そのあたりの時がやっぱりちょっと、今までゼロだったのが、私以外に日本人が増えて、なんかべったりになっちゃったみたいなので気にするっていうような話があったりするとは思うんですけど、まあ、どういう学校が、人気が出てくる学校で、はい、その辺がうちでもジレンマなんですけど、人気が出ると、日本人が増える、日本人が増えたら人気が下がるじゃないですけど、満足度もちょっとね、まあ、満足度の大きな指標の一つが、減るみたいな、はい、増えては減る、増えては減るみたいなことが起こっちゃうというところの話をね、させてもらいたいなとは思うんですけど、大体ですね、まあ、進行がどんどんできてきてるんですけど、はい、まあ、最初はね、日本人もちろんどこもいないですよね。うん。なんですけど、コスパがいいっていう表現しましたが、はい、ではコスパって何かっていうのを具体的に言っていくと、そうですね、日本人さんが思ういい学校って、あ、そうですね、その学費がそれなりに抑えられてる割に、英語サポートクラスがあるとか、少人数制であるとか、まあ、その時点で、日本人率が低いとか、はい、その日本人率も、まあ、ある程度いた方がいいっていう人もいるので、私はもうゼロでもいいと、個人的にはゼロの方がいいと思ってたりするようなところはあるんですけど、ある程度ね、子供もストレス抱えますから、まあ、一人二人クラスにいてほしいっていう人もいたりもしますんで、はい、あとはそうですね、英語サポートとかね、例えば、まあ、ほうれん草もそうですね、学校からの、日本だったら当たり前にある入学前の、まあ、サポートというか手続きというか、あの連絡というか、バスはいついつの何時に乗ってこれ来てあれしてっていうのはもうバス会社に丸投げとかっていうのが結構普通なんですね。うん、で、なのでそれがそのまあ、なんていうかな、サポートですね。はい、あ、英語サポートも含め、授業のサポートも含め、教科のサポートも含め、進学のサポートも含め、そうですね、その辺のサポートチームがしっかりやるとかね、はい、まあ、細かく言うと、例えば IT 授業一つ取ってもパソコンがポンって置いてあって勝手にやれに近いところと、本当のエキスパートがいて、いろんな機材があって、いろんな気づきの材料があってみたいな、でそうなってくると、学費が高くなるんですけどね、うん、その辺のなんていうかな、やっぱコスパですよね。全体的なコスパがいいと、新興新しい学校ができた時からボンボンボンと、日本人さんは、あと韓国人もアンテナ感度、調べる熱度が高いんで、そういうところは日本人韓国人が率先して増えていくんですよ。これは傾向、まあ、マレーシアのインターナショナルスクールの傾向なんですけどね、はい、なのでそうですね、そういうコスパがいいと感じる学校は、どうしても、はい、ほっといても、はい、日本人さんは増えます、はい、もう一クラスに一人二人三人いるのは当たり前です。はい、なんですがちょっと興味深い話でというか、私が来た8年9年頃前はそのコスパがいいという判断として選ばれていたとある学校があるんですね。名前は出さないですけど、うん、
まあコスパとまではなかったかな。まあ学校も少なかったし、日本人も少なかったし、インターナショナルスクール選ぶ子もね、少なかったし、うん。まあまあ、学校はね、結構、なんていうかな、いわゆるそういう面で言うと、いい加減な、適当なところがすごい多い学校なんですよ。でもその分学費も安いですよ。その分学費も安いで、学費もその分安いんですけど、まあ先生がコロコロ変わったりとかね、例えばね、そうだな、まあちょっと、治安の悪い、治安の悪いって言ったらないな、民度のちょっと低い国の子って言ったら失礼ですけど、そういう子、国の子からが多かったりとかして、うん。まあ穴場って言ったらない、まあ値段は値段なりなんですよ、全部ね。学費もそうですけど、それ以上に、そうだな、なんだろうな、まあまあちょいちょいいろんなトラブルはあるよというところ、寮もあったりするんですけど、寮生もね、結構まあまあほったらかしで、いい、なんでもいい意味でも捉えれると思うんですけど、いい意味で捉えたら、ワイルドな、はい、環境、はい、自分で頑張っていろいろやってみろと。いうには最適な環境だと思います。なので私はね、一概にね、それがダメな学校なんていうことは思ってませんけども、はい。で、そこに行かせる方もいらっしゃいますしね、はい。うん。うちも全部説明した上で、全部説明しますんで、はい。ここは、そういうサポートという面では相当、まあ、放任的ですよと。ね。で、大学進学とかっていうところも、もう自分でいろいろ調べてやらんとダメですよと。うん。というところとかね、全部言いますけど、うちが知ってる限りの話はね。でそういう意味でその一般的な、まあ、特にお母さんが多いかな、お母さんのクレーム、何なのあの学校と、入ってみたはいいけども、はい、ちょっと生徒の同じクラスメートの、日本人は少ないけど同じクラスメートのちょっと、民度というかみたいなね、で先生がコロコロ変わったりとかね、でちょっと実習の時間みたいなのが多かったりとかね、先生休むのが多かったりとかね、なんか連絡なしで、その授業がなくなってたりとかね、例えばね、うん、そんな感じかな、うん、いうような、まあよく言えば放任、自分でいろいろ切り開けみたいなね、うん、そういう学校はやっぱり一般的な日本人さんには、うん、いろいろストレスというか不満的なものも多いんですよ。でも逆に言うと、はい、ここからが大事な話なんですけど、逆に言うとそういう学校は、当時日本人はクラスに1人2人必ずいたんですけど、今その学校は、まあ、ちょっとね学費も上がりましたけど、学費も結構抑えめクラスで、日本人は今もうほとんどいません。減りました。1クラスには1人はいないかな、大体のクラスではいないぐらいのまで減りました。はい、なので、まあその何に重きを置くかっていうところで、まず大前提として日本人がいない、学校がいいというようになれば、そういう選択肢もありますし、うん、何を重きを置くかっていうところであり、そのジレンマ、最初に言った学校選びの、私も学校をお勧めするジレンマじゃないんですけど、うん、いろんなそういうサポート面というかね、総合点で、その学費、例えば年間まあ100万円の学費の並べた中では、ここが高校、これ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 ポイント全部揃ってますよみたいな学校は、はい、日本人は増えるし、はい、それが、比較的そのこの値段にしてちょっと、まあ、荒いなっていう学校は日本人が減ると。でもそこは結構大事なポイントだったりするのでっていうね、はい、いうお話でした。うん、でもまあそうですね、トップクラスの学校もまあやっぱ増えてるかな、今、うん、そうですね、年間300万ぐらいするようなところってなってくるとね、母数が一気に減るんで、そこに行かせれるっていう親御さんが一気に減るんで、はい、まあ、人数はもともと少ないんですけど、それでもちょっと、まあ、比率として日本人、韓国人は増えつつあるかな、はい、っていう感じです。はい、以上、まあ、荒い学校、うん。コスパ悪いなって一見思える学校と思っても、うん、案外そういう学校は日本人が少ないという面では、はい、そこを重きに置く人にとっては、うん、ありかなという選択肢なんですよと。まあ、でもあれですよ、いろいろ大変ですよ、本当に言っときますけど、はい、そういう学校はいろいろ大変です。一般的な日本人の感覚を持っている方にとっては、はい、うん、もう虎を野に放て、崖から落とせ、親も子もですね、はい、いろいろ、はい、なんていうかな、サポートというか足りないというか、はい、ところはあるというのはね、最後付け加えて、でもそういうね、はい、
点があるというお話でした。はい、以上です。またこのお話良かったなと思えば、いいねと、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではこれからも有益な情報をご案内していきたく考えてますので、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。